よし、これもちょっとね、これもちょっとレア、レアモノかないいでしょうボタン閉めにくい絶対戦場でこんなことできへんわオイルささなくなもうええわ <laughs> ねショットシャルポーズですね これはでも対戦中からこの形であったんかな、まあ、対戦中まあねあのねこれナムセンものもレアなんですけど対戦ものになるともう一つレアなんでまあ、もう全く見かけたことないですでねでこうやってダミーですけどね空薬莢が入ってますこれはちゃんとスタンプ入っとるんですよねケースアモニションショットガンうんコットンダック OD っていうのかな 68年生ただね、これね、まあ今見ると、まあ別におかしいことないかなって思うんですけど、シェルはこれ多分全部で10発かな、中にね、こうベルトでこう、ッッこうよいしょ見えるかな。シ,ョットシェルがね、ベルトにこう突っ込むようになってるんですよね、ループになってて、よいしょ、ね、なっとるんですけど、 手前が低い位置にベルトがあって奥が中間位置にあるっていうね手前手前のやつめっちゃ入れにくいです <laughs> まあこれね戦闘中にねこちまちまここに入れるっていうもんでもないと思うんでまあポーチに入れといてポケットの横からポンポロリンと押したりとかねしないようにきっちり収めましょうねみたいなただねもう一つ謎なのはね 米軍ねショ相トガン正式採用してないんですよね <laughs> なのにこういうなんかちょっと正式な装備があるっていうのがどうも腑に落ちないあの、よく使ってるんであの装備が必要やっていうねこの要望はねあったんじゃないかなと思うんですけどそれとねまあ当時はごめん使ってた使ってたんでいいんですけど まあ普通にね一応のマガジンポーチにバラバラ入れといた方が楽やったんじゃないのみたいなねだから別にあのえー、っとさばげというかねあのヒストリカルゲームとかでショットガンのあの格好すんのにこれがついてへんのと何やあいつショットガン持ってんのにショットシェルポーチもついてへんのかってね必要ないです <laughs> これはもう,もうコレクターズアイテムでねこれをサバゲの時につけて引きずり回してるやつの方がどうかしてると思います これ昔から高いんでね今なんか急に値段が上がったとかねそういう感じはあんまなかったと思うんですけどねまあまあまあ見かけないですでこいつのまあエアまあねサバゲとかねヒストリカルゲームでこいつが使いにく使いにくいもう一つの理由はねトイガンでこのショットシェルをライブで使うようなエアガンが あんまないですギリギリ田中の870やとカートリッジが進めるんでカートリッジいっぱいあったらいいかなと思うんですけどあんまり飛ぶイメージないです <laughs> 肝心なね実写性能の方が、うん、おおっていうねこうカートリッジ入れたりとかすんのはリアルなんですけどあと870はいいんですけどうんモデルが新しそうやな とかね、だからなんかね無名メーカーっていうかねでいいんであのー、オールドスタイルのショットガンを作ってくれたらええなぁと思うんですけどね丸いのガスの870あれはだからストックがガスタンクになってて1回コッキングすると3発やったり6発やったり打ててしかもマガジンはショットしてるなんやけどまあ、この10個もいらんけどまあ まあ使える、ギリギリ使えるでもええかなっていう感じではあるんですけど、あれもなんか手放しちゃいました。<laughs> まあショットガンのとイ外の思い出って感じかな。今はもう安々のなんかね、やつしか持ってないです、ショットガンもね。なんかなんじゃこりゃみたいな。まあそれはそれでいいんちゃうかな。まあこんな、こんなもんもありますよ、みたいなね。ではでは